Oj, şurada gökçe harta. Evet. Vos samuraj ovče. Podsađi u čmigu, volkom v tabe. Ne yaptıcı? Ertent bagayo. Beast way, so. Sein Herr. Zuckzen Bolotta.
사긴 가르쳐
Oh.
足が。早く逃げよう。じきにここは見つかる。お侍。何があった？猛虎と手を組む秋人がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、蛮兵に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで、秋人の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。秋人の荷車だ。秋人はおらぬか。猛虎兵、小屋の男らと戦ったのか。通行証はないな。もう子供。知らせてやらねば。遅かった。お侍、こちらへ。通行証を持った秋人を助けてください。実は弟なんです。何だと？通行証を奪おうとしたのも全て家名のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか。無事かは分からぬが探してみよう。お願いします。兵は後を残しておるはずだ。あった、あっちか。
脇にそれた。お侍、和歌を読むのが上手と伺いましたよ。上手とは言えぬが、確かに和歌は読む。日吉の湯に歌読みがおります。志村様のお知り合いだとか、お話をしてみてはいかがです。いつか立ち寄ってみよう。矢筒を新しくいたしませんか。どんなものでも揃えてますよ。お目が効きますね。恐れながら数が足りませんね。また頼むぞ。お達者で、お侍様。仕上げましょうか。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。長尾忠頼様も羨む弓です。よし。
Watch me be sure.
달고. 逃がしてやる。ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが。奴らが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな、あのバカ。道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてことを。どうすればいい。
Thank you.